1泊2日で、美味しい料理を食べて、先方の景色を見たり、遊びに行ったりして帰ってくる旅行も旅行ですが、私たち団塊の世代は、健康寿命を長くするために、私たちは養生の旅というものを提案しております。養生というとは養生という字を書きます。養生というのは病気になった人を治すことを養生、この同じ養生という字を養生とも読ませるそうです。養生とは病気にならない生活習慣をするということです。ですから3泊4日とか4泊5日ゆっくりとその地に行って、そしてその人に応じた食事、足りない栄養素を食べることによって、そしてゆっくり運動する、歩いたり畳の上でゴロゴロしたり、お風呂に入ったり、そして笑うことが一番いいわけですから、時には、ラフティーヨガもしくは麻雀とか好きなことをやって楽しむ、これを養生の旅と言ってます。地方は今、爆買いのシーズンも少し終わって、海外からの旅行者もちょっと下火になっていると聞いております。そんな時にせっかくいろいろおもてなしをしようと準備したところも、予約が欲しいわけですね。特にウィークで2泊3日3泊4日できれば4泊5日ぐらい、来てくれるお客様たちが、何人かで泊まっていただいて、そこには健康の話がいくつか、部屋のテレビで見れるような環境があったり、一緒に食事をしたり笑ったり、そんなのが養生の旅といいます。私たちはそのテキストを十分揃えました。なぜライオンが草食動物が好きなのかとかね、それから冷ややっこに、鰹節をかけるのはなんで、湯豆腐のお醤油の中にも鰹節が入ってます。豆を煮るときになぜ昆布を入れるの、これは分子整合医学というところですね。こんなものは向こう行ってその座学で勉強するのではなくて、行く前にスマホで見ることによってそんな予備知識はできるわけです。旅に行ったらのんびりとみんなと楽しい話をして、何か自分のできない、例えばパソコン教室を、簡単なパソコン教室をやるとか、麻雀をやるとか、まあいろんなことして帰ってくる、そんな養生の旅という受け皿を私たちは作っていきたいと思ってます。今伊勢とか、尾鷲熊野、それから能登と加賀とか、私たちの友達と一緒に、そんな、おもてなしをしてくれる、宿泊施設を私たちは求めています。ぜひ、皆さんの地域でも養生の旅という、2泊3日3泊4日4泊5日、ステイ型の、受け入れ先をぜひ増やしていっていただきたいと考えております。